おはようございます。今週は大阪で人間をやっていきますというわけで、引き続き関西方面で満足していこうと思います。無職期間最後の遠征ということで、大阪でソフィアのライブへ行くんですけれども、時間に余裕がたっぷりあるので大阪を満喫していきたいと思います。今日の天気は晴れ曇りらしい。昨日雨降られたからあんまり信用してないけど、オーマイフレンズと待ち合わせをしているんですが、場所がね、女性しかいないんでめっちゃアウェー感が強いです。でね、ネギたこ焼き、いや、たこ焼き熱くない、うまいわ。まあ、ある意味レアです。次は大阪感出る、出る大丈夫、そこは四角だから大丈夫今日の昼はここで塩ラーメン、 ありがとう美味しい、美味しい、結構こってりめの塩だよ。そうね、あれか、大阪城ホール。いろいろ回りにしましたけど、ようやく大阪城ホールへ到着。指だけちょっと、こっち、はい、そこで、okay、そこで、ありがとう。多分大阪城ホールはここから見るのが一番いいかもしれない。あ、この上から良くない？なんかいい感じですね。なんかエモい。大阪城来ました。入りませんけど、けど、はい、はい、いえ、もうライブへそろそろ行きます友人と解散して、今からソフィアのライブへ行きます。全力で楽しんでこようと思います。はい、というわけでソフィアのライブ終わりました。めちゃくちゃ最高でした。ちょっとね、声が若干あれなんですけど、生きてる間にね、ソフィアのライブで黒いブーツだったりビリーヴを歌える日が来るとは思いませんでした。大阪まで戻ってきました。めっちゃ近いな。よし、時間ギリギリだったんで急いで食いました。一日付き合ってくれた友人に本当に感謝してます。ありがとう。ではまた明日。おはようございます。全星座血液型の組み合わせ48種類のランキング第2位の男4です。ちなみに1位は松岡充さんです。今日は前髪がちゃんと上がっている。動くんだこれ。知らぬ土地を歩くのってめっちゃ楽しいんですよ。マジでなんもないな、こっち。トッサボリだわ。非日常もいいんですけど、非日常は刺激が強すぎるから、昨日のソフィアのライブで非日常は終わり。今日から普段通りの日常、場所が違うだけでやることは一緒。今日成人式の人おめでとう。大阪にしか存在しないという通称青バイですね。すげえ、人生で初めて青バイ見た。ちょっとテンション上がるわ。あれはソフィアのグッズのカレーを買い忘れたから。大阪カレー道頓堀。ゴールデンウィークぶりにここへ足を踏み入れました。あの時隣にいた人は今日出たのかな。東南アジア楽しんできてくださいませ。さすがにここは観光客めっちゃ多いな。大阪梅田までひたすら歩きます。どこもかしこもポケモンばかり。フォード店、実は最近ですよね、オープンしたんですけど。全然嘘です。5時待ち合わせなんですけど、現在時刻がもう5時10分回ろうとしています。はじめまして。はじめまして、じゃあよろしくお願いします。マリンさん、はい、お願いします。全然待ってないです。はい、ねえ、さすが。これで食います。なるほど。今回ですね、シャインマスカットを購入させていただきました。シャインマスカット食べてみよう。もう一回お願いします。
撮ってる人を撮ってる人を撮る。またしても買っていただいちゃいました。ありがとうございます。次回もお願いします。うん、うまい、うまい。的なの人気ません。3つお願いします。まったりプリン。ではプリンを。うん、革命や。プリンのニューウェーブって感じ。マッキーさんありがとうございます。じゃあ、お疲れ様です。お疲れっす。関西来て初めてアルコール飲んだ。今日はお二人ともありがとうございました。こちらこそありがとうございました。大阪ありがとうございました。いや、大阪めっちゃ楽しかった。もうこの二人に会うために来たんで。全然駅間違えてました。はい、まあとりあえず駅向かって今日は終わります。というわけでこっちか、明日が大阪ラストなんでお願いします。あ、違う。おはようございます、大阪の観光スポットと街並み、それから食べ物はもうあらかた網羅したのかなっていうのがあるので、今日はね自然に触れていきたいと思うので動物園行こうと思います。マジかよ。大変悲しいことに今日は動物園がやっていないらしいです。はあ、残念だな。まあしょうがないからこの辺をちょっとブラブラしてみようかな。いっぱい料亭がありますね。なんかご飯食べれるのかな。とりあえずね、よくわかんないからやってみよう。そうそうあれでつまむ感じの持ってもらって、つまむ、こうですか。はい、はい、親指を少し出す感じ。親指を少し出す。親指で、あ、親指か。ここまでこっちに伸ばしてもらって、ぐーっと引っ張ってもらった。はい、いけた、いけた。割と高成績じゃねえやで。カメラマンやります。あ、いいですか。いいですよ。ありがとうございます。これどうですかね。何枚か撮ったんで。いや、打ちましたね。もう1回戦ぐらい行きたいな。じゃあもう1回戦ね、打ちます。落ちてない。よし、ギュッと詰めて。わお、本当は全然違いますね。ありがとうございます。さっき自販機で買った時に小銭が出ちゃったんで、これ処理しよう。雑魚くなったな。マンゴーヤンのソーダ割り、平日の昼間からね、飲みます。あ、マンゴーヤ、今日の昼です。紅生姜、たこ焼き串。うまこれ。未だにね、克服しきれてない紅生姜。うまいね。アスパラガス。うまこれ。これが一番うまいかもしれんな。ご報告です。実はこの度、働くことが決まりました。東京でね、これが無職最後の遠征です。同じところを2回ずつ行ったような感じなんですけど、戻ってきました。なんか今日ありえんぐらい風が強いです。ソフィアのライブもね、最高だったし、くれた友人たち、一同親戚の方にもめちゃくちゃお世話になって、もう大満足です。やっと帰りの便を予約しました。寒っ、マジ寒い。ちょ無理無理無理。さすがにもう行く当てがなくなったんで、動画編集でもやろうかな。単体の Vlog を出しまくってるんで、これをねどう一本にまとめるか。今までのね短編 Vlog はもうアーティストというところのシングルで、それを1週間 Vlog っていうねアルバムにこうね綺麗にまとめるのがまた気持ちいいんですよ。スタバの混み具合えぐ。今日土平日のはずなんですけどね、めっちゃ混んでて無理。
で、ガムシロミルクお願いします。一つずつで、はい、待って、裏切らなかった。一番体に悪そうなやつって言ったらこれが来た。全ての荷物をまとめてもう一回梅田へ戻ってきました。東京へ戻ります。東京に行ってきました。バス乗る直前にね、バス乗る前にちょっと食べ過ぎたらめっちゃ酔って、めっちゃ血糖値が上がってあくびも出てたの。バーガーキングへ帰ってきましたよ。眠い。風呂、シャワー、備え付け冷蔵庫、これか、これだよな、どう見て。完全に気絶してました。今洗濯機回して炊飯器もセットしたんで、ちょっと散歩しようかなと思います。やっぱ大阪と全然違うわ、雰囲気と街並みと。東京でもなんかいろいろ探索してみようかな。なんかいつも行ってるような場所じゃなくて、なんかいろんな場所行ってみようかなって思いました。多分気のせいであると思うんですけど、むしろそうであってほしいんですけど、大阪より東京の方がなんかすげえ寒い気がする。もう早めに帰る。かっこよ。大丈夫。というわけで帰ってきました。まだ洗濯機は終わってないんですけど。ゆで卵でも作ります。完成。はい、本日のご飯はいつも通りです。関西でのね、外食連打と親戚の家でね、ご飯食べまくってた、この自炊で満足できるかどうか。いただきます。ただいまって感じです。おはようございます。なんか寝落ちしてました。楽やん。バイクと自転車用に楽天ハンドを持ってるんですけど、こっちで YouTube を見れば撮影しながら筋トレもできるから、これ考えようによってはやっぱ MacBook いらないんじゃないかなって。全然十分じゃん。おい、しっかりしろ楽天ハンド。 YouTube も起動できなかったらもうクビや。これは朝ごはんです。昨日と全く一緒です。あっち、あ、旅の期間放置しすぎたのか電源が入らない。充電するしかないや。めっちゃいい天気じゃん。それじゃあ今日も引き続き散歩行きます。めっちゃ月が見える。仕事を辞めてから散歩めっちゃやってたんですけど、月が見えてるとかそんなこと今まで気にもしなかったから、そういうね、細かいところに気づけるようになったのは結構大きいかもしれないですね。心の余裕みたいな感じで。久しぶりの350円弁当。今日の昼は炊き込みご飯的な弁当です。もうね、関西でお金使いまくっちゃったんで、もうさすがにやばいっす。というわけでいただきます。うまっ。絶対足りないと思ってゆで卵も持ってきてます。じゃあ、ありがとうございます。冷水シャワーやってみました。
あの、それでは料理をやってみます。牛丼というわけで、今日は初の試み、牛丼を作ってみました。打倒吉野家でいただきます。健康的な味がしますね。何が足りないんだこれは。しょっぱ、牛丼といえばね、卵ですよ。いやー、なんということでしょう。凍ってます、卵が。というかそもそもブテブテでした。やっぱ料理はレシピ通りやらんとダメですね。寝落ちしてました。暖房をつけたまま寝落ちしてたんで喉がやられてます。ポッカレモンとお湯と蜂蜜を融合させたものを飲んでもう一回寝ます。おはようございます。今日は曇ってます。チーズ乗せてみました。めっちゃあったかいな。量淡水でもいけるぐらいあったかいです。あのエアコンの電源を切らないで寝落ちしたんで喉がねめっちゃ痛い。とりあえず体に良さそうだな。ラーメンを食べよう。またしても激うまラーメンを見つけてしまいました。こうやって喉の調子が少し悪くなった時にいろいろ気を使っておけばよかったなっていつも後悔するんですよね。大体遅い。これがずっと頭の中にちらついてた。できました。よし、じゃあ洗い物をしていきます。砂糖、醤油、ニンニク、ちょっと多めに入れよう。すりごま、入れすぎる。みりん、それらをすべて混ぜる。 OK。よし、800C 半分くらいもう入れる。米が炊けるまでの間に風呂入っちゃいます。完成。はい、というわけで今日のご飯です。なんかちょっと朝ご飯みたいになっちゃった。今日も鍋です。いただきます。うん、ニンニクめっちゃ入れたからすげえパンチが効いてる。やらすんじゃねえよ。スイッチがめっちゃシャーって言って。なんで再起動する。 YouTube ライブを再生したまま寝落ちしてたら夢の中にもろに反映されましたね。うん、2日目はめちゃくちゃ濃い。今日は曇りどころか雨が降ってます。引きこもります。今日は昼ご飯です。そしてポケモンの最終章が YouTube に上がってるんで見てます。オープニングとエンディングがもうねすごいんで、ぜひ公式チャンネルで上がってるんで見てみてください。世代の人は特に。動画の途中でちらっとご報告させていただいてたんですけど、仕事をすることにしました。昔からねずっとやってたものを今この半年ぐらいお休みしてて、またそれを再開するっていうだけなので、昔の生活に戻るだけなんですけど、これから、YouTube をねやりながら仕事もしつつっていうことで頑張っていきたいなと。本当は実写動画で出そうと思ったんですけど、 Vlog の中に組み込んでみてもいいかなと思ってこういう形にしました。あー、めっちゃズームになってんじゃん。京都の鴨川歩いてる時にもうだいぶ砂をかぶってしまって綺麗にしていこうと思います。だいぶ綺麗になりました。もう2年ぐらい履いてるんですけどまだまだいけます。ソフィアのライブが3月にあるっていうことなんで両日とも申し込みしました。誰かが考えたらちょっと分かんないですけど、まあファンクラブ入っちゃってますからね、とりあえず当てに行くしかないでしょう。さすがに一歩も家出てないとちょっとモヤモヤするんで、今から軽く散歩しようと思います。
あとよろしく。ドラム式洗濯機の洗濯してる時が一番うるさいんで、もうそのタイミングだけはもう出ようかなと思って、でついでにお掃除ロボットも回してますんで、部屋帰ったらめっちゃ綺麗になっているはず。で今雨降ってないし、メインのブーツが雨に濡れるのは嫌なんで、タイチのバイク用ブーツにしてます。こっちだったら防水なんで濡れても大丈夫。おなじみの公園、今日も人が多い。やっぱ外の空気を受けると全然違う。部屋で一人でいたらすげえモヤモヤして、やっぱ散歩は大事や。もうちょっと歩こう。もう雨は降らなそうだな。雲がゲームの端っこみたいになってる。綺麗すぎだろあれ。東京戻ってきて一番思うのが、トイレどこにでもあるんですよね。それがマジででかい。約6000歩ぐらい歩きました。このまま家に帰れば、まあ1万はいかないぐらいかなと思うんですけど、まああの時間から出て1万歩ぐらい歩きゃ十分でしょうってことで入ります。なんか人の動画に自分が出てると面白い。これ邪魔じゃなくて可愛がりや。茶番しかしてない。やっぱ誰かと関わってる時が一番輝いてる気がする。 笑ってましたね。めっちゃ笑ってた。一人だとなかなかそういうことないんですけどね。のんびり歩いててようやく浅草まで持ってきました。こういう座れるところを見つけると漏れなく動画編集タイム始まるんですよ。帰ってきました。なんかウルトラマンみたいな前髪になってたな今日。最近遠出すると瓶物のお土産を買って帰ってくるんですけど、今回大阪ではこれを買いました。まあソフィアのライブで売られてた大阪カレーを買うのすっかり忘れてたんで、もキーマカレーで、はい、満足しようと思います。というわけで今日のご飯です。この家住んで初めてのカレーかもしれない。いただきます。好きな人は好きかもしれないですね。はい、というわけで今週の Vlog はここまでです。大阪から始まって、友人と遊びソフィアのライブへ行き、そして東京へ戻ってきてという感じだったんですけど、来週から満を持して働くことになりました。働くことによって何が変わるっていうのはないんですけど、今後とも皆さんと一緒に満足できる Vlog をお届けしていこうと思っております。なのでこの動画でね、少しでもポジティブな気持ちになれましたら、チャンネル登録、グッドボタンいただけると嬉しいです。というわけで来週以降も一緒に満足していきましょう。フォーでした。バイバイ。